<laughs> はいではねつながりましたイエーイ皆さんこんばんは、えー、イエーイありがとうございますさあね、まあ、あ本日から始まっていく次元上昇ライブということですけれどもねじゃあこれはどんなことをするかということをねちょっとお伝えさせていただきたいと思いますねはいそれではですね今日はあの2人のゲストに来ていただいてねあのこのね上昇ライブのこの曲も何かが羽織ってる羽織ってる何かが羽織ってる <laughs> 大丈夫大丈夫 ?OK はい ねすみません。まあこの8月31日にですね開催する、去年も開催させていただいた自分書を最大のね次元上昇するというお祭り、これ、ね、今年もやらせていただくんですけども、8月31日東京にですね200名のね集客をして200名とつながるそんなね自分書をねステージアップする。なんかめっちゃハマってるこれは何？俺？俺？いやわかんない。あはいじゃなんかも申しちゃったらちょっとねあのスルーしてください。はい。 このお祭りに参加している、この、ね、目的としては一人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 、一人一人が主役として輝く、ね、本音で夢を語られて、そして追いかけられる、そんな後押しの場ということでね、させていただく、そんな場になっています。なので、なんかセミナーを学びに来るというよりかは、実際にはこの帝王国という学問のね、あのお伝えもさせていただくんですけれども、それ以上にですね、この200名の人脈とのつながる場、でもただただ200名って出会っただけじゃとね、つながることができないわけですよ。 じゃあそのつながりを取るためにはどういった自分自身の在り方になっていくのか、ね、こういったことをねお伝えしていただきながら人生を変える出会いが、ね、その日その瞬間生まれるかもしれないというねそういったねあのライブのお祭りをさせていただくのが8月31日にやらせていただきます。で今日はですねこの次元上昇ライブを一緒に、ね、盛り上げてくるねサポートの仲間ということで、えーね、ゲストをお呼びしております。1人目が、ね タビオタパヤミタビオタパヤミと面白いね <laughs> もう説明がないと全然何してるか分かんないけどその林優子さん、ね、<laughs> そしてもう一人が、えー、スパルタ話し方コーチの、えー、杉山真理さんでございますで今日はね前半と後半で二つのパートに分かれさせていただきましてそれぞれですねあの道場で入ってどんな体験をしたのかそしてさらに、ね、どんなイベントチャレンジをしてるかんてそんなお話を、ね、一緒に聞かせていただければと思っておりますので皆さん応援どうぞよろしくお願いします ねぜひねあのコメントやとかいっぱいね入れていただければと思いますのでよろしくお願いしますねはいまあこれを放送されてるんでしょうか大丈夫なのかなされてそうですねされてそうですかされてそうですかコメントって、はい、どこで見えるんですかね俺も今ねそれを探してるの <laughs> どういた <laughs> オッケーです あもうすごい22名が視聴していただいて嬉しいありがとうございますありがとうございます、ね、はいコメントもね追いかけながらねあの話をしていきたいと思いますけどじゃあまず最初のゲストねご紹介をさせていただきたいと思いますはいではね、えー、旅をたパヤこと林優子さんでございますええ<ー>こんばんははいこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはね まあ、通称の林裕子さんっていう名前が呼びずにパヤちゃんって僕は呼ばせていただいてますけれども、<laughs> パヤちゃんはどうですかこの道場に入って今、何ヶ月目なんですかえと ?8 ヶ月目だと認識しております。<laughs> 認識しておりりまますすありがとうございますじゃその8ヶ月経って、道場に入って一番変化されたことって、ね、どんなことになりますかねそうですね、まあ、でも道場に入った段階で私、あのちょうど起業しようかな。した、うん ところかなっていうところだったので、うん、まあそもそも環境がその辺りでガラッと変わってたんですよねでうん、うん、ただやっぱり起業すると一人というかこう自分で頑張らなきゃっていう感じで始まったんですけれども、うん、なんか本当にこう心から本音で語り合える寄り添え合える仲間があのこの8ヶ月間でできたたくさんできたなっていうのが一番の大きな違いかなと思います。うんうん でね、は仲間いいっぱい入ってんやと、うん、そう前は、ね、なんかまあ仕事仲間とかいろいろ自分のプライベートのお友達とかもいたんですけどやっぱり企業を始めてとか、まあ、母になってっていうところで出会ったっていう中で、まあ、なかなかこう深い中っていうかこう、ねうん、何でも話せるとお友達っていうのが、ね、できなかったりっていうのは正直あったと思うんですけどそれがパラリと変わってたくさん何でも正直に話せる人が増えたなと思いますうん、うんうん、素晴らしい。 何でも話せるってね、あ,のありそうで実はなかなかなかったりするよね。うん、特にやっぱり自分の思いを正直に話したら批判されてしまったりとかね、否定されたらどうしようと思うと、うん、ついつい無意識でね、自分の本音を隠してしまって、本当は自分が何をしたいのか、ね、こういったことが見えなくなってしまって、よくね、ご相談もいただくんですけども、じゃそんな早めはですね、今、スライドも出てますけども、成果としてはこれです、起業して初めてのキャンペーンで、目標値の120%達成と。 ありがとうございます。おかげさま様様様でございます。はい、これはどんなエピソードだったんですか？そうですね。まあ,あのえっ、ー、とまあ、えー、メルマガのリストを獲得するためのキャンペーンというものを開く、あのさせていただいたんですけれども、うん、まあ,あの私自身は何をしたらいいのかと。こうよ。もやもバタバタとしてるだけだったんですけど、うん、本当に皆さんがこう。うん ぜひ読んでねとかっていういろんなところでこうシェアしてくださったりですとかご紹介してくださったっていう皆さんが動いてくださってそれにただ本当にありがとうありがとうって感謝とあの,の言葉をこう述べ続けた1週間10日間っていう感じだったんですけれどもうん、うん、そうするとですねもう本当に皆さんが応援してくださったおかげで皆様がご登録いただいて結果こう、まあ、自分の目標値を設定してたのがまあ一応100だったんですけど。 それが120人超えという形で、すごい。できましたちなみに、このキャンペーンって多分、ね、あの分かんない人もいるかもしれない。どういったものか、どんな,なんあのコンテンツのことをしてらっしゃるんですか、そうですね、私はあのまあ子育てのあのにまつわるまあコンテンツで、お母様方にえ子育てのアップデート、うん、まあ今の時代に合った子育てをしようよとか、まあ、自分の子育てがのって、 正解不正解っていうところがわからない中で、まあ、どうしたらいいのかなっていう、うん、まあ道筋になるようなあの学びについてのにまつわるこうキャあの講座をインストラクターをしてるんですけれども、うん、まその中で、まあ、そこでおまけって言ったらいいですか、ね、<laughs> こうかプレゼントをご用意させていただいて、まあ、それを欲しいなって子どもさんが遊べるようなね 素私をお渡し,していたので、まあ、それをご登録いただいた方にプレゼントさせていただくという形で、なので、うん、メルマが登録して読んでくださいねっていうキャンペーンでした。うん、なるほど。ま,あ、まさに一人の力だけじゃね、あのこうなかなかその拡散とかって難しいかもしれませんけども、同情、うん、メンバーも含めてね、うん、たくさんの方がパヤちゃんの力になりたいと言ってね、応援してくれたということで、目標の120%超え,、うんね、超えてすごいことだよね。ありがとうございます。もう感謝しか、はい で、本当にありがとうって、ずっと言いい。もうん、人生で一番ありがとうって言い続けたかもしれません。うん、すごい。さすが。そんなね、あの、まあ、大きな変化をされているパヤちゃんですけども、うん、さらにチャレンジをして叶えたい夢があるということで聞いてますけども、それはどんなチャレンジ、そして今、どんな課題があるんですか。そうですね。私は、あの、まあ、起業した理由にも、理由もそこにあるんですけれども、あの、うん、まあ、旅をするように生きていきたいという目標がありまして。うん なので、まあ、あの、貯金は子供がいるのでね。まあ、海外教育いじっていうところを、一つ目標にはさせていただいてるんですけれども。うん、まあ、将来的にも、ずっとこう、世界中を旅するように生きて。うん、なんか、ばあちゃん、今どこにいるのみたいな形で、皆さんに <laughs>。あの、なんか会いたいんだけど、どこにいるんだろうって、探されるぐらいに、自由に。いきたいなあっていうふうに思ってます。うん、うん、めっちゃいい。じゃ、その面に対して、どんな課題が今あるんですか。課題は、まあ。 そうですね、なので、どこでも働ける形っていうところで起業というところを選んだんですけれども、うん、まあ今はまあ、そうですね、まあ、金銭面の問題と、あとは自分の覚悟っていうところですかね。うん、覚悟うんえ。具体的にその覚悟ってどういうことですかなんだろう、こうまあ、えっ、ー、とまあ、夫をまず連れていくのか問題とか、うんあの 実家の,、ね、あの家族のことをどうするのかとか,こうなんか自分で知らないうちに抱え込んでいるものがいくつもあるっていうことは道場に入って気づかせていただいていてでもなんかどれも自分の中で大切だしこう、うん、すぐに「いいやもう全部ぽい私は行きます」とは今できない自分がいるのでそれう、うん、をこうどういうふうにこう乗り越えていくのかというかどういうふうに自分を納得させていくのかっていうところですかね。 うんなるほどありがとうございますあの今日はねあの僕あの、まあ、裏で言います今パイソンの宿命表というものを、ね、開かせていただきながらお話を、ね、聞かせていただいているんですけれども、まああの、俗に言う宿命鑑定おじさんなんてことも言われますけれども、<laughs> まあ、僕がやっていること、ね、宿命鑑定というのは、あのただ単にねあの、まあ、例えば生年月日を使って人の,、ね、あの宿命という先天的な宿る命ということを見ることができるんですが、ただ単な情報を知るんだったら、ねあの、もうネット叩いて、ね、見ればいくらでも情報は落ちてるんですよ。 でも大事なことって、こういう対話から、ね、生まれるダイアログって、僕はお嬢さんの教えていただきましたけども、じゃあ実際、パヤちゃんが求めている人生に対して、じゃあ宿命という引き出しを、ね、どう活用していくのか。これってどういうふうに活用するかっていうのは一本道じゃないんですよね。自分の人生って決まっているものではなくって、選択できる学問だよ。ね、これが、ね、あの僕の教わっている、定音学という学問です。 今日はこの宿命というものと、そして低音楽という、ね、この2つの観点を切り合わせた観点で、ね、どうやっていくのか、ね、これが今日は、ね、一番お伝えしたい内容になっております。さあそれではですね、今お話を聞いてね、ねこの宿命ということで少しお話をしたいと思うんだけども、やっぱりタイミングというところが今すごく重要なパヤちゃんのネックになっているのかなっていうふうに思ったんですが、まあ、あまり条件付け考えなく、ね、理想の夢が叶うとさ、いつ叶ったらいいとかってありますか、パヤちゃんの中で。 息子は今、年少なので、まあ、小学校に在籍している間が理想かなと思っています。うん、なので3年後から5年,年後5年後ぐらいですかね。うんうんうん、あいいですね。あの僕今ね、今なんで何を聞いたかというと1人それぞれにです、ね、人生の波、タイミングというのがあるんですけれども、うん、あのそれで,ですね、まずパヤちゃんにはパヤちゃんだけの時の流れトレンドというのがあるんですよね。 そうすると、10年ごとに人の、ね、人生のトレンドっていうのがあるんだけども、そこと掛け合わせながら、じゃ宿命的にどういった在り方をすると、それが叶いやすいのかっていうのをね、今、お話を聞きながら、ちょっとガイドしたいなと思ったんですが、はい、まずパヤちゃんの宿命上の大きな特徴、これは、もうとにかく頭がめちゃくちゃいいと、ね、これがもう最大の強みであり、そして逆にこれが裏になってしまうと、考えすぎてしまって、行動が止まってしまうという弱点にもなるんですね。 でパヤちゃんのこれ強みって実は2つあってめちゃくちゃ頭が下げてすごい考えられるパヤちゃんともう1人のパヤちゃんめちゃくちゃアクティブに行動できて2つのパヤちゃんがいるんだよね。うん、じゃあこの2つのパヤちゃん無意識だとやっぱり自分の意図と関係なく振り回されてしまうからそうか2つの才能があるんだなということをまずね自覚をするところからスタートします。はい、そして帝王学,と学問は その無意識を自分の有意識で選択できる学問なのでじゃあどっちの機能を使っていきますガンガンイケイケゴーゴーのパヤと頭使って論理思考のパヤどっちもパヤちゃんだからパヤちゃんの今の叶える夢に対してはどっちを使いますかっていうねまずこれを選択してもらいたいそしてその中で時のタイミングということを見ていくと実はパヤちゃん今年から10年間とにかく行動すればするほど社会的地位が異次元に向上するよという時の流れにいるんですね。 10年、うん、そうつまり今この10年はあーだこーだ言わずに <laughs> まず行動しまくる <laughs> はいでもその時どうしても考えてしまう論理性が存在するからこそじゃあその論理性もうまく使うならば明確な目的を持つね、うん、何のためにやるんだって目的をセットしそれをガソリンに頑張っていくことができるとね論理性は なんか安全装置としてねリスクを止めるためではなく自分自身が頑張る理由を創作するために使っていかれるといいんじゃないのかなっていうのを今仕組みを見ながら感じたんですけどどう思われますか？その通りだと思います。<laughs> 本当にあのそうですね。こうまあ、えー、普段からねこう考えすぎ考えずにとにかく行けってあのアドバイスを頂戴してるんですけれどもどうしてもこう思考がね。 あの相手自分のためというか、まあ、こう自分がこうすることで相手がこうなっちゃうんじゃないかと、うんまあ、勝手な解釈を自分の中でこう論理的なんか頭の中で作っちゃってあでもこうしたらダメかなこうしたらこういう気持ちに相手になっちゃうかなって思っちゃって動けなくなる自分は正直にたくさんいるので、うん、じゃなくてとにかく面白いとかとにかくこれは良さそうだとかこれはこのためにできるんだっていう論理を。あ そのゴールを持っっててやるっていうところはもう納得でしかございいいません、うんうん、めちゃくちゃゃくですねでこれもね僕がおょう様から教えてもらったことなんだけども頭のいい人はとにかくアホになれる。はい、うん。ね。<laughs> 多分そのキャッチコピーと旅オたタパヤミってもう意味わかんないじゃん頭いい人のキャッチコピーじゃん <laughs> 当然ね全くないキャッチコピー。<laughs> そのぐらいが実はよくって何それパヤっちゃうみたいなね。 そして宿命的にはあの、パヤちゃんは自分の力で頑張るのではなく、人から担がれて、ね、その波、わっしょいわっしょって担がれて、ね、道を進んでいく、ね。この流れに身を任せるという生き方、あり方が、最もパヤちゃんの人生がよりスムーズにい、ねうん、くことができるという宿命を持っているので、頭で考えれば考えるほど重くなります。ね、思考っっててどんどんどん重力になってくるからこそ 力を抜いてリラックスをしてればわっしょいわっしょいって流れる流れが来ていても考えすぎてしまうと勝手にその流れから降りてしまうので、うんうん、これあの僕は流れるプール理論っていうふうにね呼んでるんだけども流れるプールって踏ん張ったら止まれるじゃない、うん、でも力を抜いたらファーって流されるでしょ、うん、ま,あまさにパンヤちゃんの人生はどれだけリラックス状態をして力を抜いた脱力をしながらね進んでることができれば他力でうまくいくことができると。うん ありがとうございます皆様大事なことは、じゃあ、パヤちゃん、何したいのっていうことをもっともっと伝達で、ね、うん、私はこんなことをしたいので、いっぱい夢を語れば語るほど、じゃあそれ、力勝つぜ、そのみこし担ぐぜって応援者がいっぱい現れてくるんで、さっきのキャンペーンの120%達成と同じで、どれだけ夢を多く語っていけるか。うんね そこに対してアーダコーダーではない、純粋に自分の思いを、私はこうしたいんだという思いを言えば言うほど、それ必要な流れが宇宙からやってくるから、ね、それに流れて、流れるプールをぶかっと浮かぶパヤみたいに、ね、イメージして、はい、たりきでうまくいくいとありがとうございます。<laughs> なので、3年後でも5年後で決めるということをセットすれば、その流れにね、時の流れがちゃんと当たるという、そんな時流にいるので。はい ぜひその自分の可能性を信じて、夢を語り続けたらうまくいくんじゃないのかなって思われましたかどう思われますかおっしゃる通りです <laughs> <laughs>。いや、もう本当に <laughs> そう、もうね、あのそう、うん、なんか改めてこう言われてる、普段から言われていることがさらにあのぐっとこう自分に響きまして、染み渡りましたので、うん、ただただ夢を語り続けるパヤで、夢を見続けるパヤで、うん うん、それをとにかくイーフラスパヤで言いたます、うん、そうだねあの、うん、万人形は同僚に対して基本しない人たちが多いんで <laughs>、うん、だからもうそこはパークルに手放しをしてもらって、はいはい、でも言えば言うほど確実になんかマニアな人たちが必ず現れるから猛烈なパヤファンとかねいっぱいいるんでこの世界には、ね、あの80億人いるんで地球上に確かに。ね こののうちの、ね、70億にせてたら10億人いるし、ね、っていうぐらい、ね、もう見る視点が日本とかそういうんじゃなくてもっとね世界を見て、ね、パイちゃんだったらね本当アメリカに、ね、住んでる体験もあるわけだしいろんな世界観枠組みを持ってるから固定概念は本来めちゃくちゃ少ないはずなんで、うんね、日本の世界そしてアメリカの社会2つ世界見てるって相当枠取っ払ってでかいビジョン見れる人なんだから、ね、その自分の可能性を信じてね。はい 夢を語りまくっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いました。ーやりまーす。いますありがとうございます。はい。ね、じゃ一番手トップバターということでパちゃんねご紹介でした。ありがとうございま,ざいました。じゃねこの次元上昇ライブってね何をしてるかということのご説明なんですけれども、今ねこのごとく天王道場百名を超える道場生の方々がいらっしゃいます。このね選ばれしもう勇者たちがですねあのもうこのライブということをしながらですねあの日々あのシェアをしていくと。 その中でね、皆さんとこの応援が力になるということです。今日も今、たくさんの方、35名の方がね、見ていただいてますけれども、その方々の前に、やっぱり夢を語って、私はこんなことを思ってるんだ。その中で一人でもいいじゃないですか。応援したいよ。なんか力になれるねって。そんなね、人の心を動くためには、まず思いの分かち合いが大事だよと。なので、宿命をただ知ってるだけでは人生って動かないんですよ。 自分の宿命という強みとそして帝王期というあり方の実践をするからこそ現実が大きく大きく変化する、ね、そんな枠組みで、ね、このライブというのはお届けさせていただいております。さあ、それでではは次の勇者はですね、 杉山真理さんです。ゲイ,イ。お願いします。<laughs> お願いします。お待たせしました。ね、はい、スパルタ話し方コーチでも、ね、名前ももう、もう興味め、めっちゃ引くところ、ございますけども。じゃあね、はい、こちらも今表示されておりますが、じゃあね、あ自己紹介の方、よろしくお願いします。まいちゃんね、当時入って何ヶ月で、どんな変化があったんでしょうか。 はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。杉山真里と申します。えー、道場に入ったのは、えー、2024年の1月1日なので、ちょうど7ヶ月目でございます。どういう変化があったかということなんですけれども、私はですね、もともと会社員を、あの、プロの会社員をしてまして、で、あの、まあ、プロすぎて辞める決心がつかないけど、まあ、会社、超合わないっていうところで、もう、その狭間でブル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 震えてたんですね。 であのただ起業するのもなかなかこう思い切りがつかなくて動けなくなってしまっていたところに道場に出会ってでこうノウハウじゃなくてこうあり方心の問題だったんだっていうところに気がつかされまして、うんえー、今年の5月に晴れて会社員を卒業して、えー、起業をしたところでございます。すごい そしてね、今、こっちらも表示されてます、起業して、ね、はい、すぐに月の売り上190万円達成、これはあのお仕事はどんなお仕事をしてるか、少し聞いてもいいですか。もちろんですあの。話し方のコーチングをしておりましてで、ここにですね、スパルタってつけたのは生まれて初めてなんですけれども、うん、私あの、宿命的に自分に対してスパルタの星を持ってまして、なのでちょっと面白いかなと思って、スパルタってつけたんですが、あの実際、全然スパルタではないです。<laughs> あの実際、受けてる人にも聞いてもらえればいいと思うんですけど、めちゃくちゃ優しくて。<laughs> あの励ますんですけど、うんまあ、いくら言っても、嘘にしか聞こえないと思うので、とりあえずスパルタ話し方コーチで今日は行きたいと思います。そうですね、質問は月の売り上げ190万いったってことですかね。というん、うん、あか、何をやってるかってことですよね。話し方のコーチングをしてまして。 うん、まあね、話すっていうのは歩くのと同じぐらい本当に人間に備わっている、うん、もうほとんどの人がもすることだと思うんですが、だからこそこう時間とお金と労力をかけることで他人と差が出るっていうことをを気がつきまして、うん、えー、そちらをお仕事にしております。いやどうだ、そう起業して間もないのに月の190万ってもうちょっとね次元、はい、がすごいなと思うんですけども、えまあでもそんなねまだこれを 今まだ夢のファーストステップということで、もっともっと大きな夢をね、あのまいちゃんも叶えたいということですけ次に目指しているチャレンジは、まりちゃん、どんなことを目指していらっしゃるんですか。あ、そうですね。福地さん大変です。お友達限定になってるみたいですよ、はい。お友達限定になってる。それはめちゃくちゃ大変だ。そうですね。あと、グローブなっております。道理 <laughs> で、私の知り合いも始まってますかって。さっきメッセージが。そうすごいいっぱいて。それは、それは大変や。 ありがとうございます。はい、ちょっとつないどきますね。えっ、ー、と、質問としては、これからどうなっていきたいかってことでしたっけ。うん、<laughs> やばい、記憶力が。あ、今、ど、どんな、これから、どんなチャレンジをしたくて、はい、その、どんな課題がありますかってことですね。 ああそうですね私、その話し方のコーチングになりたくてで5月からそのグループ講座っていうのを開講しまして、うん、今、第1期生が走っているんですね。うん、でこれからやりたいこととしては、えー、これから1年の奇数月に自分の講座をこう開講していきたいっていう風に思っております、うん、なので次はですね9月に第2期 2>、うんえー、スタートする予定でございましてそちらが短期的なやりたいことでございます。うん、すいはい、うん じゃあそれを叶えるために今どんな課題が目の前でであるんすすかそうですね課題はなくて、うん、あの自分がやろうと思っていることは、えー、第一期生の満足度をもう200%にするっていうところに今コミットしているところです、うんうん、であとはもう一つは、まあ、課題というか自分の、えー、心の部分でそのやっぱり今まで会社員っていうのが安定的にお給料が入ってくるっていうのが、うんまあ、良くも悪くも心理的な、うん えー、安定でではあったと思うんですねでそこがまあ今不安定になっているので、うん、それを逆に楽しむっていうマインドを持ちたいなと思っていて、うん、なので、えー、とそこのところになれるっていうのが自分の課題かなと思います素晴らしいすごいねマ穂、はい、さんにもスパルタってのはまさに自分自身に対してスパルタなんだよねってマリちゃんはね人にはめちゃくちゃ優しいのにすごい自分をめっちゃ追い込むしでもそのことによってねあのやっぱり いろんな感情の味わいながら、でもその感情の体験がまたねあの受講生さん方に寄り添う一つの武器になるんだなっていつも見ながら思ってるんですけども、まあ、これからね、日記3期とどんどん,どん,どんねあの新しい気がスタートするということで、今、まあ、課題がないということなんだけども、どうですかじゃあそうだなな課題がないと どんな相談に乗っていいかね、おじさん分かんなくなっちゃうんですけども。今、宿命的にね、あの少し麻里ちゃんの,この解説させていただくと、はい、あの実は僕とね麻里ちゃんと同じ使命を持っている人でして、使命を知ってあのお互いめっちゃ覚醒したっていうのがね、あの僕もそうなんですよ。7年前にこの学問であって、僕と麻里ちゃんに共通する使命って、本当人をつなぎするっていうことで人生が開花されて、そして、ね、お仕事でめちゃくちゃうまくいきますよっていうのはね僕たちの共通の使命なんですけども。 まりちゃんもこの使命を知ってからやもう人のつなぎがすさまじいじゃないですか。それって逆にあのちょっと聞いてもいいですかあの。今まではあまり意識してなかったことが、はい、もう今、息を吸うように人をつなぎしまくってるじゃないですか。そうですね。うん、これって、ね、やっぱりなんか自分の中で使命を知ったから変化したことですか。それともやってみてなんかちょっとどんなお気持ちか、少し聞いてもいいですか。あもちろんです,、あのーそうですね。すごいいい質問だと思っていて起業した時に やっぱつなぐってすごく大事、まず自分が差し上げる、相手のしてほしいことをするっていうのがすごい大事なんだなっていうのは理解したんですね。つまり、うん、自分のサービスを自分で売り込むんじゃなくて、誰かがティーアップしてくれるっていうのが一番いいじゃないですか。うん、でも、分かったんですけど、できなかったんですよ。なぜかっていうと、えー、福地さんが今おっしゃってくださったように、うん、今までそれをやってこなかったからですね。うん、やってこなかったというよりも、避けてきたんですよ。 やなぜかというとこうそうですねだって誰かに何かを勧めてもしそれが良くなかったら申し訳ないって思ってたので、うん、もういいものも悪いものも自分で止めるっていう生き方をしてきました、うん、なのでそこの部分がおつなぎをするのが宿命だよって言われた時に、うん、いやそれはできないだろうと <laughs>、うん、今までの生き方を全て否定することになるので、うん、非常に抵抗がありました。 うん、がその時に道場で知徳を学んで、うん、その恐怖怖いと思うのはあの知らないからだっていう、うん、すいませんちょっとネタバレしちゃうんですけどそういう学びをした時にあなるほどと、うん、私はそれに対して、まあ、やりたくないある意味恐怖を感じてるけれどもそれはただ単に知らないからなんだと思ったんですね、うん、でそこで自分は結構知識欲が好奇心が,奇心が知的好奇心が強い人間なので、うん その自分の知的好奇心に、うん、その今までにやったことがなくて怖いんだからやってみようっていうふうに考え方が切り替わって、うん、それでですね逆に苦手だからやってみようっていうその自分のスパルタの星とうまいこと混ぜ合わさっ,って、うん、<laughs> その二足歩行の人間を見ると <laughs> とりあえず誘うっていうことができるようになりました、うん、<laughs> すごすぎる。<laughs> 二足歩行対象の人多いな、この道場に <laughs> そうですね、まみちゃんが、うん、まあそもそも落合さんのインソールは二,二足歩行の、ね、人は買うべきだって言って、うん、それすごいいいなと思って、っ、うん、たり次第って感じで,で,す、ね、でもあの今、すごい大事なことだなと思ってるのはあの、やっぱり知ったことによって可能性がね、選択肢が広がったと。 やっぱこの宿命って、例えばね、あのまあ占いっていうと、すごくチープに感じるかもしれないけれども、でも、自分の可能性なわけなんですよね。で、この学問では、宿命が人生に与える要素というのは25%ですよ。つまり、ね、同じ宿命ああの、宿命だからといって、自分の人生が、ね、みんな決まるわけじゃないです。だって、同じ生年月日の人が同じ人生になることって絶対存在しなくて。でも、自分の中でどんなオプションがあるのか、これって、あの僕はねあの、冷蔵庫って表現をするんだけども、 ね、叶えたい未来があるとするならば冷蔵庫に何入ってるのか分かんなかったら調理しようがないやん、うんね。そしたらどうやら人をつなげができますよっていう才能が入ってた冷蔵庫の中にこれ使わなかったらもったいないよねっていうところにねスパルタのまたスパイスが入ってそれをかけますたらものすごく人をつなぎしまくって、うん、でも結果人をつなぎする人って先出ししてるから人につながれてしまう人にもなってくるんだよね。 マリちゃんって今ね、いろんな人にご縁をおつなぎされているけども、逆にしてもらってるっていう、もう本当になんかこの循環の,なんかこのセンターにいる、そんな生き方をしているから、もうとにかくいろんな人に今ね、ね <laughs> マリちゃん知ってるよっていうね、いろんな方々からそういったね評判を聞かせてもらうんですけども、まあ、そんなマリちゃんがね、あのやはり夢を叶えるために、もう一つアクセントになってくるところは、これもなんか僕たちね、ご縁がとっても深いんですけども、一生ジェットコースターっていうね、ここでちょっと隠語でさせていただきます。<laughs> 一生ジェットコースターっていうかなり特殊な宿命を。 ね、僕たちはしてるんですけども、まあ、一生安定しないよって、ね、不安定な環境に居続けることの方が、より大きなことができるよっていう使命と宿命ね、これを掛け合わせたときに、チャレンジしないことそのものがもったいないよねっていうのがね、あの僕はめっちゃ思ったし、まりちゃんも本当にこの数ヶ月間、とにかくいろんなことにチャレンジして、ね、うん、合わないなと思ったら、これやめて、また新しいチャレンジ、もうとにかくそのスピードがめちゃくちゃ速いじゃないですか。 自分の宿命や使命を意識したからやってることなんですか、うん、えー、っとですねまずもともとそういう性質があるなっていうのは自分でなんとなく気がついてました。うんうん、でその安定を求めてあの、うん、そういう方向に行こうとしたこともあるんですけどやっぱりその時って楽しくなくて自分が輝かないなって思ったんですね。うんうん、なので道場に入る前宿命を知る前から、まあ、自分は結構こう。うん 不安定なこと安定から安定になると飽きちゃうんですよ、うん、っていう性質があるっていうのを分かってたんですね。ただ、うん、道場に入ってそう言われた時にあやっぱりねっていうところですごい腹落ちした。で、うん、あのこの方向性でいいんだっていうふうに思えたのであの、うん、すごい生きやすくなりましたね。うんうん。うん いいですね、はい、あまりちゃんねのねあとにかく仕事のもう社会に出て大活躍するという仕組みをしているので仕事の座において最もやった方がいいよというのは人と出会いつながりまくるってことだね、うん、まさにそこに、ね、人脈をおつなぎってすることがねリンクすることができるやっぱり今もうたくさんの人にこの多分半年間でも会って出会って人脈ばもう爆拡大中じゃないですか。うんね やっぱりもう道場の中でも、まりちゃんのこと知らないという人、誰一人もいないし、うんねまあ、まさに今年元旦に入ったのもね、本当になんかもう、導かれたように来たなって、<laughs> スーパースター来たよってみたいな感じではありますね。<laughs> まさに道場100番目のね、ハイライターのがまりちゃんになるんですけども、とにかくやっぱりまりちゃんの素晴らしいところって、主体的に行動していろんなところにも行くじゃないですか。岡 ねその行く前にはなんかちょっと葛藤しながらいや本当は行くのどうしようかな迷ったでも来ちゃいましたっていうねうん、うん、なんかそのマリちゃんのすごい魅力的なところってただ単にねパッて行動するできる強みもあればどこかでその真逆にすごい止めてしまう自分っていうことも自覚しながら、うん、それでも行くっていうことをチャレンジし続ける、まあ、まさにこれがマリちゃんの魅力だなって思うんですよね宿命的にもこれがまさにそれ書いてあって葛藤すれば葛藤するほど力になりますね これ、多分ね、まだまりちゃん、話をしたことがないことだと思うんですよ。葛藤することによって、まりちゃんの精神性がめちゃくちゃ磨かれていくので、うん、葛藤することってね、あの一般的にはなんかつらかったりとか、あまりいいことじゃないというふうに思いがちなんだけれども、まりちゃんの場合はそれがガソリンに変わってくるから、葛藤したエネルギーさえも利用して、それをね、スパルタの星を輝かせて前に進む推進力に変えることができる。これがね、まりちゃんの大きな強みになっていくし、 ね、どうぞ葛藤を恐れずに進んでいってくださいっていうのがね今宿目見ながらお話を聞いて感じたところですけどどう思われますかあもう葛藤が大好きで葛藤したがりですね <laughs>、うん、なのでなんかこう誰でもできるとかそういうものに本当に興味がなくて、うん、こやったことがないとか誰もにもできないみたいなのがあるとちょっとじゃあちょっとやってみようかみたいな感じの性格なので、うん、あのー まあこれからももう本当に毎日筋肉痛バキバキみたいな人生になると思うんですけど、うん、あのでもねあのすごい楽しいですしあと1個シェアしたいのは、うん、その私大阪道場にリアルで行こうと思ってで,でもやっぱり行く前まで葛藤してて <laughs> でも直前まで宿とか取れなかったんですけど、まあ、行きますみたいな感じでフェイスブックで言ったんですよ。でも予定を立てててなくて、うん それで大阪で私は行って何をすればいいんですかみたいな謎の投稿をしたら、ぱやちゃんが連絡してくれて、まり、うん、ちゃんみたいな。あんた、それ遠慮してんのかみたいな。<laughs> それはあかんでみたいな感じで言ってくれて、うん、明日時間あるから、じゃあ大阪案内してあげるみたいな感じで言ってくれて、うん、私はこう何でもかんでも自分一人でやってきちゃう人だから、そういう人がいるって思わなかったし、それをそもそも誰かにお願いしようと思わなかったけど、 なんかパヤちゃんがそういうふうに言ってくれてなんか遠慮したらだめみたいなそれ私にとって失礼みたいな感じで言ってくれたときに <laughs> でもしかもその時パヤちゃん会ったことなかったよねリアルでなかった,なかったそう、えー、そうななんやそうなのそのれなのにすごい優しい人だなって思って、うん、あのいいなと思ってその次の日あのパワフルに大阪を案内してもらって私はあのねあの劇の最中に帰ったんだよね。<laughs> <laughs> なんだっけそうそう、あの大阪文化があふれるね、吉本新喜劇のメインの劇が始まって、波佐間寛平さんが出てきた瞬間に帰りますって書いちゃったんで, <laughs> で、それでパヤちゃんに、あの瞬間に帰るってことは、この人は本当に自軸で生きている人なんだって思いましたっていうメッセージが新幹線で来て、うんあ、あそこは帰っちゃいけないタイミングだったんだって思いま全然いいんだよ、全然いい。 まあそんな感じななんですけれども <laughs> なのでね、これからも葛藤しながらあの、うん、楽しんで生きていきたいと思いますいいいまますすすでねありがとうござの宿命って本当に面白くて、例えばね、誰かの成功論って、その人が成功するとそれが正しいって思われてしまいがちなんだけども、それって、その人の宿命という素材から出た成功論だから、必ずしもそれが万人にフィットするかと、絶対そんなことがないよね。 今日もね、パヤちゃんとマリちゃん、それぞれのお話を聞いても、やっぱりそれぞれの宿命が全然違うから、人生がうまく成功するためのレシピが全然違うわけですよ。<う>パヤちゃんで言うならば、目の前で傷んでいる人のために誰か力になりたいときにエネルギーが燃えていくと、うんね。そういった使命を持ってるし、マリちゃんの場合は、ね、誰か人をつなぎするということにね、使命を持っているから、それをすると、もう自分が生きてるなっていうね、充実感を感じることができたり。もう目的は全然違うわけですよね。だけども、 成功論ってこうですよ、ボーンって押し付けられてしまうと、それにフィットしないと、やっぱり窮屈で苦しくなってしまうから。だからこそ、ね、道場って何もダメじゃないってことをねあの、よくお伝えさせていただいてるんだけども、究極、吉本新景気誘われて10分で帰っても何もダメじゃないわけですよ。そう、ね、そうなの。だめじゃないの。 これってやっぱ本音で生きる。ね、今、パリちゃんが自軸って話をしたけども、やっぱり自分軸で生きてることができることそそこの、そもそも、のものこそが自分を主役として生きてることだし、ね、人の顔色をどうしても伺ってしまう、これもね、ごもっともして僕もそんな時にいっぱいあるんだけども、でも自分が主役の人生を他人からの評価で、ね、遠慮しながら脇役として生きていく。これって本当に豊かですかといった時に、これね、よく協調性と勘違いされちゃうんだけど、協調性ではないんですよね。 うんうん、一見、それはよかれと思ってしまうんだけども、でも無意識に自分の本音を我慢してしまうと、夢を語ることすらもう、えどうなのって思われてしまう、そんな社会的な背景が出るからこそ、夢を語っている人たちが何かちょっと飛び出して、ね、突き抜けた人って思われるかもしれないけども、みんながみんな夢を叶えているし、ね、そのためのプログラムって、自分の宿命を知って、自分が何者かを知って、これがスタート地点。 そして私こうなりたいんだよってゴール。この2点さえ決まっていればカーナビと一緒、ね。途中のプロセスは何通り何万通りあったっていいわけですよ。でも2点が決まっていれば道外してもこっちだよってねお知らせが来るしそれを1人でやると不安になるんだけれどもこうやってお互いがお互いを分かち合いそして承認して応援ができるという文化があればみんなが違うんだからその違っていいの夢をね応援してあげる、ね。こんなことができるとやっぱりね パワーになってくるし、これがやっぱり道場で僕はね、みんなの夢を聞かせてもらって、本当に魂が燃えるなっていうね、すごく僕の宿命としても、そんな人にじゃあ必要な人をおつなぎしたいなって思ってしまう、ね、そんな出来事だったりします。 なので今日はね2人のゲストにお越しいただきました。ちょっとね時間の尺を超えてしまいましたけども本当に僕の、ね、大好きな、ね、このお二人がこの夢を語っていただき、ね、道場に入ってこんな成果を出してくれたよということを、ね、発表してくれるこの場、次元上昇ライブ、ね、あの今日初日になりますけどめっちゃ面白かった、ね、ちょっとよかったら最後、あの一言ずつ感想を聞いてみたいと思うんだけどぱヤちゃん、このライブいかがですか今日どんどんはいありがとうございました なんかね、初めてのフェイスブックライブでドキドキしてて、ちょっと私のお友達がね、あの、最初多分私のところ見られてなかったみたいなんで、ごめんなさい。すみません。また後で動画をお送りします。ねあの、せっかく応援してくださるっていう方がいっぱいいて、本当に嬉しかったし、まあ、このライブに出ると決めて、改めてこう、福士さんにいつも言われてることなんだけど、でもなんか改めてこう、違う角度というか、こういう皆さんに見守られながら言われることで、 そうだったっていう形で自分で、ね、改めてこう心に火を灯すことができたと思いますのでちょっとブレイクスルーしたんじゃないかなって思います、うん、ありがとうございました嬉しいですねこうやって大勢の前夢を聞いてもらえるこれってすごく大事なことで 思いを分かっちゃうとチャンスが来るよね、そもそもであったら、思いを分かっちゃったらチャンス来ないよってことなんで、ぱやちゃん、ぜひ、ね、たくさんの方々にその夢を、ね、語って伝えていく、これが人生のうまく改良方法なんで、これからもぜひやり続けてきてください。マリちゃん、どうもありがとうございますマリちゃんお願いします。 はいもちろんですあの会をね企画してくださったあの皆さん、本当にありがとうございます、そして見に来てくださった方々も、そして入れなかった方々もメッセージ、いくつか来てるんですけど、いあのはいごめんなさい、でもあの、すごく楽しく過ごせてありがとうございました、で8月31日のイベントございますので、はい、あのぜひそちらに来て、ですねあの次元上昇すると思います、本当に。うん でなんかもし8月31日という1日を地球上で過ごす予定があるのであれば、もう絶対に来た方がいいイベントだと思います。<laughs> うん、どこにいるよりもそこに来た方がいいと思います。うん、なので、ぜひ、はい、皆さんにお会いできればということを最後の言葉にしたいと思います。はい嬉しい。説明 <laughs> までしていただいて、まあ、当日はま、ね、りちゃんもあのシェアストーリーということで、スピーカーとして、ね、あの登壇もされますので。 ね、マ、ま、リ、あまあ、ちゃんの登壇もねぜひ生で聞きに来ていただければと思いますしあの本当にねあの道場のメンバーたくさんね僕以外にも魅力的な方たくさんいらっしゃるんでぜひそういったねあの我々道場メンバーとも生でつながっていただくそんなねご縁の場になっていただきたいと思っております本当僕の趣味は人と人をおつなぎすることなんでこの8月31日というイベントでねみんなの夢や可能性が広がるそんなご縁が必ず存在します 去年もね、大阪で開催した道場で、いろんな方々のご縁がつながって、夢が叶っているということを、ね、いっぱいこのね、1年間で聞かせていただきました。去年よりも倍の人数の規模でね、今回は200名という方々にぜひご縁つなぎをさせていただきますので、ぜひパワフルに8月31日はスケジュールを開けていただき、東京にね、お越しいただければ、皆様のお時間と、そして、 ね、かけていただいた金額の何十倍もの価値提供をさせていただく、そんな素晴らしいね、夏の最後の日をお作りさせていただきたいと思いますので。ぜひ次元上昇祭りね、皆様の参加お待ちしております。はい、では、今日はね、ゲストに来ていただきました。旅オタぱやみこと林優子ちゃんと。スパルタ林子の話し方コーチの杉山まいちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でね、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。